第14節、跳ね返る音。山びこを知っていますね。やっほーと山に向かって叫ぶとしばらくしてやっほーと返ってきます。あれは音、声が山にぶつかり跳ね返ってくるからです。この説では跳ね返る音について学びましょう。問い一をやってください。 1> 問1はできましたね。30メートル離れた壁を触って戻ってくる競争では、30メートルの2倍の60メートル走るということです。問2をやってください。問2はできましたか ?20 メートルを往復すると、2倍の40メートル走る。 ということです。だから、この問題は、8秒で40メートル進む、秒速はいくらか、という問題です。問いさんをやってください。問いさんでは、音が170メートルの距離を往復するのです。音が進んだのはその2倍。 そう考えれば解けますね。このように跳ね返ってくる音は距離が2倍になると考えて解けばいいのです。問い4、問い5をやってください。問い4を一緒に考えましょう。二通りの考えができます。一つは、 6秒で x メートルを往復したのですから、6秒で 2x メートル進んだと考えます。別の考えは、往復で6秒ということは、片道に3秒かかったと考えるのです。つまり、3秒で x メートル進んだとするのです。あとはできますね。 これでこの説の説明を終わります。